一昨い新型コロナウイルスへの感染が確認された浜松市の男性について浜松市は昨日さらに未就学の幼児を含む男性の家族3人の感染も確認しました浜松市での患者はこれで7人となります新たに感染が確認されたのは一昨ととい感染が分かった浜松市中区の会社員の男性と同居する60歳代の妻と市内で暮らす息子の30歳代の妻 孫で未就学時の女の子の合わせて3人です男性と妻は先月21日に京都に出かけていて浜松市は夫婦は京都で観戦したと見ています夫婦が京都旅行をした後の先月28日に息子の妻と孫は夫婦の自宅を訪ねていました家族5人で夕食を共にした後男性が孫を風呂に入れたということです男性の妻は京都旅行の後 男性が発症する先月30日までの間に買い物で外出したということです現在、男性の妻と孫に症状はなく息子の妻は鼻水が出る程度だとしています浜松市は3人の詳しい行動履歴を確認中です